ウィリアム・レンキスト、ウィリアム・レンキストは、アメリカ合衆国の法律家、アメリカ合衆国最高裁判所の賠席裁判官、後に、主席裁判官を務めた。連邦政府の権限拡大やプライバシーの権利、アファーマティブアクションなどについて批判的な判決を執筆しており、保守派判事として知られている。レンキストは、下級裁判所において裁判官としての経歴が、 一切ない最高裁判事であり、最高裁判事から事実上昇格した最高裁長官でもあるという異色の存在で、ありながら長官在任19年という歴代第4位の記録を打ち立てた。レンキストはウィスコンシン州ミルウォーキーで生まれた。父ウィリアム・ベンジャミン・レンキストは紙や印刷装置、医療用品等を取り扱う商人であり、母マージェリー・レンキストは翻訳家、 主婦だった。同州ショアウッドで育ったレンキストは、ショアウッド高校を卒業後の1942年、オハイオ州ガンビアのケニオン大学に進学したが、翌年、第二次世界大戦中のアメリカ陸軍航空軍に入隊した。第二次世界大戦終了後、スタンフォード大学に入学、1948年に政治学で学士号、修士号を取得した。 1950年に、ハーバード大学に進学し行政学習士号を取得、スタンフォード大学ロースクールに再入学し、1952年に卒業した。同ロースクールでは後に最高裁で同僚となる、サンドラ・デー・オコナーと同級だった。ロースクールを卒業したレンキストは、最高裁判事、ロバート・ジャクソンの下で助手を務める。助手時代に書かれたメモの一つに、 分離すれども、平等として、公共施設における人種隔離を正当化した1896年のプレッシー・タイ・ファーガソン裁判の判決を指示したものがあり、後に問題となった。レンキスト本人は、メモの内容は、ジャクソン判事の見解であり彼個人のものではないと主張した。その後アリゾナ州フェニックスで弁護士として勤務する、傍ら、共和党の選挙活動に関わった。 リチャード・ニクソンの大統領就任後、レンキストは司法省入りし、法律顧問局で司法長官、ジョン・ミッチェルを補佐した。司法省で優遇されていたことから、レンキストは、ウォーター・ゲート事件における内部告発者だったのではないかと長年見られていたが、2005年に元連邦捜査局副長官マークフェルトが真の情報漏洩者であると名乗り出たため、 この疑いは晴れた。レンキストは、最高裁判事ジョン・マーシャル・ハーランの公認として、ニクソン大統領の指名を受け、1972年1月7日に最高裁判事に就任した。レンキストはプライバシー権の拡大に反対し、連邦政府よりも州の権限を重視するなど、当時の最高裁では最も保守的な判事だった。学校における、 人種差別廃止への裁判所の関与に反対し、また、老体、ウェード事件においては、女性の中絶の権利を否定する反対意見を書き、また学校での礼拝や死刑制度を支持した。当時は単独で反対意見を執筆することが多かったが、以後の判事の交代では、共和党の大統領に指名された最高裁判事が多かったため、連ストの考えは徐々に、 他の判事にも受け入れられていった。1986年、最高裁長官のオ,オレンバーガーの引退を受けて、ロナルド・レーガン大統領は、レンキストをその公認に指名、上院での承認を経て9月26日に長官に就任した。レンキストは憲法上の州の権限拡大を主張し、1995年の合衆国体、ロペス事件では、 学校の周辺での銃の所持を禁じた連邦法が憲法の定めた連邦議会の権限を超えており、違見とする多数意見を執筆した。またゼルマン対シモンズ、ハリス事件で、レンキストは、政教分離を緩やかに解釈し、宗教系の私立学校への公金支出となるスクールバウチャー制度について、合憲判断を下した多数意見を書いた。 レンキストは1999年、ビル・クリントン大統領の弾劾裁判を指揮した。また2000年のブッシュ対ゴア事件では、レンキストはフロリダ州に票の最終形停止を命じジョージ・ W ・ブッシュの大統領選勝利を決定づけた多数意見に参加、同意意見を述べた。2004年10月、最高裁はレンキストが甲状腺がんと診断されたとを発表した。 2004年末から2005年3月にかけて、高等弁論を欠席したものの、このままレンキストは、最高裁の審議、判決に関与し続けた。レンキストは2005年9月3日、バージニア州アーリントンで、在職のまま死去した。遺体は、アーリントン国立墓地に埋葬されている。レンキストは1953年に、ナタリーナン・コーネルと結婚しており、二人の間には、 ジェームズ、ジャネット、ナンシーの三人の子供がいる。ありがとうございます。